宇宙人軍ジャカンジャ。ジャカンジャはスーパー戦隊シリーズ第26作目、忍風戦隊ハリケンジャーに登場した悪の組織です。ジャカンジャはその名の通り宇宙を股にかける忍者の組織で、物語が始まる500年前から多くの星を腐らせ滅ぼすことで生まれる、あれと呼ばれる究極の奥義を求めており、今作では謎の流星群からメッセージを受け、地球への侵攻を開始しました。ジャカンジャは狩猟タウザントを筆頭に、暗黒七本槍と呼ばれる7人の上忍たちが中心となって、部下である今作の怪人たち、中忍と、戦闘員であるゲニン・マゲラッパを、本拠地、規制要塞戦ピピードから地球に差し向け、ハリケンジャーと激しい戦いを繰り広げておりました。また、今作では幹部である上忍によっては、自身専属として率いている部隊があり、基本は4の槍であるウェンディーヌが、スーパー戦隊シリーズ恒例の巨大化要因を担っていますが、部隊によっては巨大化アイテムが異なります。今回は、そんなジャカンジャの狩猟タウザントと、幹部である暗黒七本槍について、徹底的に解説していきたいと思います。1の槍フラビージョ。フラビージョは暗黒七本槍の1の槍を担うくノ一です。暗黒七本槍では配下である宇宙忍者たちの中忍の評価を担当しており、ハリケンジャーによって中忍が倒された際には、ラクダアイ、赤点と容赦なく厳しい評価をつけていきます。同じく暗黒七本槍の4の槍ウェンディーヌとは、同じくノ一という点からも、お互いにウェンディ、フラビーと呼び合っているほど仲が良いのですが、作中ではハリケンブルーを交えて、どちらが宇宙一のくノ一かを張り合ったこともありました。フラビージョは暗黒七本槍の中で比べると、戦闘能力はさほど高くは見られませんが、ドカンといって爆発を引き起こしたり、8人砲、8の字殺法という、8の字に素早く動いて斬撃を繰り出す、自身のスピードを生かした相手の不意をつく攻撃を得意としており、戦闘に関してのポテンシャルはかなり高いものとなっています。技名にもある通り、8がモチーフとなっており、8の頭の被り物という特徴的な姿をしています。フラビージョはもともとは忍者ではなく、宇宙センター外で小ギャルとして活動しており、狩猟のタウザントにスカウトされたことで、宇宙忍者となり、タウザントのことはタウ様と呼んでいます。牧野30、アイドルと友情でフラビージョは、自身の遺伝子を元にした中忍、美少女忍者フラビジェンヌの作成を、同じく暗黒七本槍である、5の槍サーガインに依頼しました。フラビジェンヌ作成の際、フラビージョの戦闘能力はもちろん、愛嬌や野心などの性格的な面も全て300倍にしており、かなり強力な中忍として生み出され、ハリケンジャーを追い込んでいきました。戦闘時はハイパーエレガントロッドという調装を武器としており、その他にフラビージョのドカンを強化したと思われる宇宙忍法ハイパードカーンを使うと、全身から強力な電撃を発し、どんなものでも焼き尽くすことができます。ただ、宇宙忍法ハイパードカーンはその破壊力から消耗するエネルギーもかなり多く、エネルギーを充電するには2週間もかかってしまいます。ハリケンジャーとの戦闘時にエネルギーを使いすぎたフラビジェンヌは充電期間に入りますが、その際にフラビジェンヌはその300倍に膨れ上がった野心から、他の暗黒7本槍に取り入ることで自身を実質的な1の槍とし、フラビージョの立場を奪うことに成功しました。その後、フラビージョはセンティピードを追い出され、演歌歌手ノノナナとして活動しているハリケンブルーと遭遇。ノノナナのマネージャーハセのスカウトを受けたフラビージョは、敵同士である2人で美女っ子セブンというユニットを結成し、アイドルとして活動することとなりました。真面目にレッスンに取り組み、共に語り合うことで心を開いてきたハリケンブルーは、自身らの里である疾風の里にフラビージョを連れてくるほど、その仲は深まっていきました。しかし、2人のデビュー前日、フラビージョはハリケンジャーの開発担当であるオボロが作ったコントローラーを使い、充電期間を終えたフラビジェンヌを刺激し、ハリケンジャーを襲撃。フラビージョがハリケンジャーの信用を勝ち取り、さらにはオボロにコントローラーを作成させることを目的に、ハリケンブルーを騙していたことが発覚しました。このことから激怒したハリケンブルーによって、フラビジェンヌは撃破され、そのまま巨大化戦へと突入するも、ハリケンジャーの巨大戦力、旋風陣の究極奥義、スターライトニードロップを受け爆散し、フラビジェンヌは完全に倒されました。その後、フラビジェンヌが倒されたことによって、フラビージョは1の槍としてセンティピードに戻りますが、タウザントからは今回の作戦の失敗を、フラビージョ自身がいつも中忍を評価しているように、マイナス300点と言われてしまいました。牧野50、暗黒と新世界では、ジャカンジャ狩猟のタウザントと、暗黒7本槍最強と言われている、7のヤリサンダール、そしてハリケンジャーが入り乱れた最終決戦の場で戦いに臨むフラビージョでしたが、ハリケンジャーの合体武器50連ビクトリーナジェットの攻撃を受け、一緒にいたレンディーヌと共にその姿を消しました。2の槍チューズーボ。チューズーボは先ほどの解説にもあった独自の部隊を率いており、暗黒7本槍の2の槍であるとともに宇宙忍者軍団の指揮官でもあります。破壊層のような姿をしており、武器の棍棒を怪力で振り回したり、得意の妖術で背中に背負っている異次元箱に対象を封じ込むこともできます。暗黒7本槍の中で5の槍サーガインとは、犬猿の中でサーガインの部隊である傀儡忍者軍団の巨大化アイテムコピージャイアントに対抗し、自身の部隊宇宙忍者軍団の巨大化アイテムとして古代ジャカンジャの呪文を用いた再生巨大化の術の巻物を作り出していました。巻の14泣き虫と飴玉では、ハリケンジャーの妨害により度重なる作戦の失敗からチューズーボはタウザントより謹慎を言い渡されてしまいました。最後のチャンスとし、自身の配下バックトゥ忍者オクトニュードをハリケンジャーへ差し向け、オクトニュードの能力でハリケンレッドを幼児化させ、一度はハリケンジャーを追い詰めることに成功しました。しかし他のハリケンジャーの戦う姿に感化され、子供ながらも自身も忍者だと奮起したハリケンレッドによって、今までオクトニュードが幼児化させた大人の経験をエネルギーとして抽出し、飴玉となったものが入っている壺が奪われ、ハリケンレッドは大人へと戻ることができました。これにより全員揃ったことで勢いづいたハリケンジャーはオクトニュードを撃破。途中ジャカンジャと協力関係にあるゴーライジャーが現れ、オクトニュードが押されていても加勢しようとしないゴーライジャーの様子を見たチューズーボは彼らを問いただしますが、チューズーボがセンティピードで手出し無用と言ったからと返されてしまい、そのまま作戦は失敗に終わりました。その後改めてタウザントから謹慎を言い渡されるチューズーボですが、謹慎を破ってゴーライジャーの2人が鉱石忍びニウムを用いてあれの手がかりを得ようとしていたことを突き止め、タウザントへと伝えました。その後ジャカンジャの求めるあれを手に入れるための新たな予言滅びの果て、勇者が勇者を倒す時を聞いた。タウザントからの極秘裏に指令を受けたチューズーボはゴーライジャーを罠にはめ、配下である島忍者ギリギリ返しの能力でガスを吸わせることで凶暴化させ、ゴーライジャーの2人に殺し合いをさせることであれを手に入れようと画策しました。しかし途中でガスの効果から抜け出したことで状況は一変、ハリケンジャーとゴーライジャーの協力によりギリギリ返しは倒され、チューズーボはまたしても作戦の失敗となり、本当にもう後がない状況となってしまいました。そして迎えた牧野19大箱と風来巨人にて、チューズーボはハリケンジャーとゴーライジャーとの直接対決を迎えました。最初はゴーライジャーを自身の背中の異次元箱に閉じ込め、残ったハリケンジャーを得意の妖術で操り同士討ちを狙い、じわじわと追い詰めていきますが、ハリケンジャーの奮闘によりゴーライジャーを解放、そして解放されたゴーライジャーによってハリケンジャーもチューズーボの妖術から解放され反撃となりました。ハリケンジャーのトリプルガジェットとゴーライジャーのダブルガジェットの同時攻撃を受け、チューズーボは重傷を負いました。その後いつもの巨大化に加え強力な闇の力を操ることができるようになりますが、自身の寿命を削ってしまう禁断の術宇宙忍法闇魔人魂召喚の術を使い、チューズーボは自身を巨大化。最初は旋風神ゴーライ人ともに圧倒していましたが、2つの巨大戦力の合体により生まれたゴーライ旋風神の必殺奥義ローリングサンダーハリケーンを受け、チューズーボは最後を迎え暗黒7本槍での最初の戦死者となりました。実はチューズーボは度重なる作戦の失敗によって追い詰められていた際、自身の開発した禁断の術宇宙忍法闇魔人魂召喚の術を犬猿の中であるサーガインに託していることから、仲間としてサーガインのことを認めていたものだと思われます。3の槍マンマルバ。マンマルバは暗黒7本槍の3の槍で、名前の通りのまん丸のサソリのような姿をしており、予知能力を使うことができ、ジャカンジャの求めるあれに関する予言や占いを告げます。自身のことを僕話す時も〇〇なのらなど語尾にらをつけて話すことから、子供のような言動が多く見られていました。実際に初登場時のマンマルバは妖体で、タウザントにあれが地球にあると進言したのはマンマルバではありますが、予知能力自体は曖昧でそこまで当てにはできないものとされていました。しかし戦術のチューズーボ敗退前後から、マンマルバは自身の作った繭にこもり、牧野21仮面となぞなぞにて妖体から生体へと成長を遂げました。生体となったマンマルバは幼体の頃の名残なのか、話す際語尾に名が付く癖は抜けてはいませんが、温厚な性格から冷静沈着かつ残忍という悪の幹部らしい性格へと変わっていました。またまん丸だった体も人型へと変わっており、戦闘能力はもちろん予知能力もかなり強化され、ハリケンジャーたちを苦しめていました。その他にも宇宙のサソリを使い対象を暗殺しようとするなど、知能も幼体の頃に比べ格段に上がっていることがわかります。マンマルバは自身の予言からゴーライジャーを若干者にスカウトした張本人で、戦術の中枢部でも解説したゴーライジャーのハリケンジャー側への寝返りに対して激怒し、特にゴーライジャーの一人カブトライジャーに憎しみを募らせていました。マンマルバは宇宙のサソリに卵をカブトライジャーに産みつけさせて、カブトライジャーの抹殺を企てました。これによりカブトライジャーを弱らせ、死の一歩手前まで追い詰めることに成功したマンマルバでしたが、ハリケンジャーたちの奮闘により命がけでサソリの卵の毒消し薬が作られたことで、カブトライジャーの抹殺に失敗してしまいました。牧野33マンモスと6人にて、マンマルバは復活したカブトライジャーと一騎打ちとなりますが、カブトライジャーのカブト電撃波を受けられなく敗北。しかし自身の敗北を予知していたマンマルバは作っておいた自身のクローンによって復活。その後もゴーライジャーへの復讐のため、自身の専用バイク炎の牙でバリサンダーに乗るゴーライジャーとバイク戦をしたり、ゴーライジャーに関わった人間にマンマルバ自身の顔のデザインのリングをはめ込み、生命エネルギーを吸収することでゴーライジャーを精神的に追い詰めようと画策しました。牧野36リングと復讐にて、クローンとして復活したマンマルバの能力はオリジナルよりも高く、降り注ぐ流星群からのあれについての情報をより鮮明に受け取っていましたが、多くの情報をはっきりと受け取りすぎてしまったため、マンマルバは自身のキャパを超えてしまい暴走し理性を失ったマンマルバは巨大化し、その姿も人型ではなく人間の身体に巨大なサソリをそのまま上から乗せたようないびつな姿となっていました。暴走したマンマルバはもともとの復讐心に突き動かされるようゴーライジャーを飲み込み、内部の消化液で2人を溶かそうとしていました。先ほどの生命エネルギーを吸収するリングによって重傷を負ったハリケンジャーがなんとかマンマルバに対抗しようとしますが、その圧倒的な力により手も足も出せず追い詰められてしまいました。しかし理性を失い暴れ続けていたマンマルバがいきなり寝始めたため、九死に一生を得たハリケンジャーは一時撤退。寝ているマンマルバから出たよだれは飲み込んだビルや車を溶かすほどのかなり強力な消化液で、いびきですらも周囲の建物を破壊するなど戦闘能力の大幅な上昇が見られました。その後なんとかバリサンダーに乗って出撃したハリケンジャーによりゴーライジャーの2人の救出に成功しました。そこからは形勢が逆転し、復活したゴーライジャーとハリケンジャーの天雷旋風神による絶対究極奥義アルティマストームを受けたマンマルバは最後を迎えました。4の槍ウェンディーヌ。ウェンディーヌは暗黒7本槍の4の槍を務めており、今作の巨大化要因となっています。その容姿は全身黒と紫を基調としたボディスーツを着ており、胸部は金色のブラジャーから谷間全開というかなり刺激の強いもので、通称センティピード総務かセクシー重役とされています。ウェンディーヌは錬金術師という一面もあり、ジャカンジャの舞台である4軍団のうち3軍団の巨大化を受け持っており、今作の巨大化要因として活躍していました。ウェンディーヌの役割的に前線に赴くことはそこまでありませんでしたが、自在に剣を飛ばすことができる自在剣やフラビージョの爆発を引き起こすドカンのように、ウェンディーヌもドキュンというと指鉄砲を放つことができます。またストレスを溜め込みすぎると巨大化する得意体質を持っており、その巨体で地震を引き起こしたり、口からは炎を吐き出したりと一気に怪人のようになります。牧野34キノコと100点では、巨大化したウェンディーヌを見たタウザントが過去にウェンディーヌの巨大化によって星が破壊されたことを語り、ジャカンジャの目的である地球を腐らせる前にウェンディーヌによって破壊されてしまうのではないかと、センティピードにいたジャカンジャの面々は焦っていました。しかしウェンディーヌは自身のタイプであるイケメンや童顔の男の子を発見すると落ち着きを取り戻して巨大化が解かれるため、なんとか事なきを得ました。戦術の解説の通り、1の槍であるフラビージョとは仲が良く、自身らの名前をニックネームで呼び合うほどの仲でしたが、同じくのいちということで宇宙一のくのいちをハリケンブルーを巻き込む形で張り合っていました。またウェンディーヌは5の槍であるサーガインとも仲が良く、サーガインの率いるクムツ忍者軍団をウェンディーヌが自身の持つ巨大化アイテムコピージャイアントを用いて巨大化させる際には、使用料金として巨大化1回ごとにお金を受け取っていました。最終巻「風と水と大地」ではフラビージョの解説の通りウェンディーヌは最終決戦に臨みますが、ハリケンジャーの合体武器50連ビクトリーナジェットの攻撃を受け、一緒にいたフラビージョと共にその姿を消しました。5の槍サーガイン。サーガインは暗黒7本槍の5の槍を務めており、自身の部隊傀儡忍者軍団の指揮官でもあります。黒と金色を基調にした鎧を身にまとっており、二振りの剣、暗黒二刀流、巌流剣を武器に力強い剣さばきでハリケンジャーを苦しめていました。剣術以外にも指先からはマシンガンのように弾丸を連射することができ、高い戦闘能力を誇っていました。そんなかなりの実力を持つ武人であるサーガインですが、実はその正体はモチーフであるアリに似たかなり小さな姿をしており、まとっていたと思われていた鎧もサーガインが作った傀儡で、中のコックピットから操縦して戦っていました。またサーガインは自身の体となる傀儡以外にも自身の配下である傀儡忍者やからくり巨人などさまざまな傀儡を作り上げており、天才科学者であり傀儡師でもあるというもう一つの側面を持ち合わせています。基本は自身の作った傀儡忍者やからくり巨人、その他の機械系の宇宙生命体によって構成された部隊傀儡忍者軍団から死角を差し向け、ハリケンジャーを苦しめていましたが、牧野35キラリと三味線の一度だけ自身が作り上げた別の体となる滑空忍者ムササビスタルに乗り込み、ハリケンジャーと激しい戦いを繰り広げていました。サーガインは科学者という点から研究熱心で、なおかつ実直で仲間思いという悪の組織らしからぬ性格をしていました。戦術の宙ズーボの解説の通り、2人は犬猿の仲ではありましたが、宙ズーボの散り際には宇宙忍法闇魔人魂召喚の術の巻物を託されていることから宙ズーボからも実は信頼されており、サーガインはハリケンジャーとの戦いで散っていった宙ズーボの最後に心からの敬意を表していました。また他の暗黒7本槍のメンバーとの関係も良好だったサーガインでしたが、唯一7の槍であるサンダールに対しては警戒心や対抗意識があるのか終始険悪なものとなっていました。牧野42鎧と怒りの矢にてサンダールがアストラム星雲から持ち帰ってきたあれにつながるとされているアイテム怒りの矢のメダルを解明するため、サーガインは自ら出撃することにしました。出撃の際、今まで作っては改良を繰り返してきたからくり巨人メガタガメマーク3から得たハリケンジャー側のからくりシステムのデータを元に作り上げた最強のからくり巨人ガイン9に乗り込み戦いに赴きました。サーガインはからくりシステムによってメダルから怒りの矢の実体化に成功し、なおかつガイン9の高い戦闘能力によってハリケンジャーたちを圧倒、天雷旋風神やリボルバーマンモスを撃破し、ハリケンジャーを退けることに成功しました。その後のハリケンジャーとの再戦の際には巨大戦力を撃破されたことで等身大で挑んでくるハリケンジャーたちに対し、サーガインもガイン9から降りて応戦、等身大でもかなりの戦闘力を持つサーガインはハリケンジャーを圧倒し、再び巨大河川へと移りました。先ほどの戦いと同様にハリケンジャーは天雷旋風陣に乗り込みますが、ガイン9の猛攻によって圧倒され再度追い込まれていきました。しかしハリケンジャーたちの祈りによって呼び起こされた最強合体形態であるリボルバー天雷旋風陣の登場によって形勢は逆転、勢いづいたリボルバー天雷旋風陣によってガイン9は押されていき、必殺技である絶対究極奥義アルティマレインボーを受け、ガイン9は撃破されてしまいました。さらには怒りの矢のメダルもハリケンジャーに回収されてしまいました。その後やられっぱなしのまま帰還することはできないと考えたサーガインはハリケンジャーからメダルを取り返そうと奮い立ちますが、目の前にはサンダールが立ちはだかりました。いつぞやの手合わせの続きだと言ってきたサンダールに対しサーガインは剣を構えますが、サンダールは剣を抜く気配すらありませんでした。サーガインが剣を抜くよう言うと、サンダールは貴様など刀の錆にもならないと言い不意打ち同然の光線を放ちました。なんとか防いだサーガインでしたが、光線を防いだ巌流剣はへし折られ、さらにはサンダールが折れた巌流剣の切っ先でサーガインを突き刺し重傷を与えました。サーガインはサンダールに自身が目的としていたからくりシステムのデータを手に入れたことを伝えられ、そのまま操縦席ごと一刀両断される形で最後を迎えました。その後亡くなったサーガインはその性格から若干じゃないでもかなり人望は厚く信頼されていたため、フラビージョ、ウェンディーヌ、サタラクラがサーガインの遺作であるからくり巨人に乗りハリケンジャーに弔い合戦を仕掛けていました。6の槍サタラクラ。佐良倉は暗黒七本槍の6の槍を務めており、自身の部隊仮面忍者軍団の指揮官でもあります。牧野21仮面となぞなぞより登場した中通母の後生的存在で、中国の狂撃の衣装のような姿と目元の赤い仮面が特徴的な姿をしています。ジャカンジャでは本拠地であるセンティピードに常駐していない中忍とのパイプ役を担っていました。佐良倉は両端が三つ股となっている長い槍を武器としていますが、実際には幻術や精神攻撃を得意としており、作中では自身の顔を巨大な顔に見せ攻撃する幻術デビロンパや、俗に言う影分身の術であるサタヤン影分身などでハリケンジャーを苦しめていました。その他にも佐良倉が持つカードを相手に放ち、形成された箱に閉じ込めることで特殊空間へと封じ込めることもできます。特殊空間に閉じ込められた対象は佐良倉の出すなぞなぞを正解しないと出られない仕組みで、不正解だと溶岩に落とされるなど罰ゲーム的要素も組み込まれており、たとえ佐良倉がよく出題されるようななぞなぞを出したとしても、ただそのまま模範解答で答えてしまうと難癖をつけて不正解にされるため、実質的にこの空間からの脱出は不可能となっています。以上のようなとにかく厄介な能力を持ち合わせており、地球に降り立つ前には数千の星を破壊し続けてきたという実績が佐良倉の実力の高さの全てを物語っています。性格はかなりおしゃべりのお調子者で、その様子は初登場した牧野21の次回予告シーンからも発揮しており、ナレーターからは「しゃべりすぎだぞ6の槍」と注意されるほどでした。楽しく愉快に残酷にを自身のモットーとして書かれているため、常に陽気でかなり慣れ慣れしい様子が多く見られ、タウザントのこともタザヤンと呼ぶほどでした。モットーにも書かれている通り、自身の楽しさや愉快さを優先に考えているため、周囲からは顰蹙を買うことも多々ありますが、自身が指揮官を務めている部隊仮面忍者軍団ではまた別の一面が見られており、仮面忍者軍団の構成員は佐良倉が雇った人材で、作戦の成功や活躍に応じてしっかりと給料を出したり、佐良倉自身の都合より雇われ側の都合を重視していたりと、ビジネス面ではしっかりしているため、配下との関係はかなり良好でした。そんな佐良倉ですが、中通母の後生として登場し、ハリケンジャーたちに対して仮面忍者軍団や暗黒忍獣牢で捕らえられ、悪魔の宇宙狼と呼ばれ恐れられていた凶暴な魔獣人狼獣ファングールを差し向けるも、作戦はことごとく失敗に終わってしまいました。牧野49使命と天空忍者では、自身の作戦がハリケンジャーによって続けざまに阻まれることに対し、同じく暗黒七本槍であるサンダールは功績を上げていくという状況に焦りを感じた。佐良倉はタウザントを究極体へと進化させる作戦に名乗りを上げ、自らが実行役となりました。そして佐良倉は先ほど解説したサーガインのデータをもとに開発されたジャキウムガンを使い、人間の怒りや嘆きのエネルギーを吸収していき、途中駆けつけたハリケンジャーによって追い込まれたりとありましたが、タウザントの援護によって順調にジャキウムガンでのエネルギー収集は進んでいきました。タウザントの加勢もあり、なおかつ戦術の性格からだんだんと気が大きくなってきた佐良倉でしたが、突如として自身の左腕とジャキウムガンを融合させられてしまいました。さすがの佐良倉でもうろたえていると、タウザントは「お前のその腕が切り落とされでもしない限りジャキウムガンはエネルギーを吸い続ける、このタウザントのためにな」と冷たく言い放ち、このことから佐良倉はタウザントに捨て駒として扱われていたことに気づきました。そこからの佐良倉は開き直り、ジャキウムガンに溜めていたエネルギーを自身に使うことで戦術の戦闘能力や幻術を大幅に強化し、ハリケンジャーを圧倒、さらにはハリケンジャーたちのエネルギーすらも吸い取り追い込んでいきました。自身に使われるはずのエネルギーを無断で使われたことにより、激怒したタウザントはサンダールにジャキウムガンのエネルギータンクの回収を命令しましたが、サンダールはエネルギータンクの回収だけでは終わらず、佐良倉の命令無視を理由に切り伏せました。サンダールの一撃によって佐良倉は重傷を負い、さらには自身の仮面も割れたことで、蛇のような3つの目のある陰気で冷酷な印象の素顔を露見してしまいました。佐良倉は自身の素顔を醜いものと忌み嫌っており、今までの陽気さや普段つけていた仮面は自身の忌み嫌う部分を隠すためのもので、そんな自身のコンプレックスとも呼べる部分をさらされ、時期になった佐良倉はハリケンジャーたちはもちろんジャカンジャに対しても敵意をむき出しにしあばれ始めました。佐良倉と同様にサンダールからの攻撃を受けダメージを負っていたシリケンジャーが天空陣に乗り込んで暴れ回る佐良倉と対峙、激しい戦いの末シュリケンジャーは天空陣で佐良倉に組みつき自爆という特攻を仕掛け、手裏剣ジャー、サタラクラともに最後を迎えました。7の槍サンダール。サンダールは暗黒7本槍の7の槍を務めており、作中後半である牧野39、7の槍と謎の石から登場しています。物語が始まる前からあれについての探索任務に単独でついており、先ほどの解説に登場したマンマルバがハリケンジャーに倒された後、タウザントによって地球に召集されました。サンダールは作中でも最上位クラスの戦闘能力を誇り、他の暗黒7本槍とも一線を画すほど高い実力を持っています。その確かな実力を裏付けるように、戦術のサーガインの解説の通り、あれの出現に必要とされる怒りの矢のメダルを入手するため、アストラム星を単独で破壊しています。モチーフであるサメと武士を合わせたような姿で、シャーク彗星刀という自身の身の丈ほどある刀と、担当としても使うことができる鉄線にサメ手裏剣と多彩な武器を使いこなしており、その他にも手から出される光のロープで複数の相手を縛り上げて動きを封じる自在な輪や、巨大なサメの頭部の形をしたエネルギーに乗ってそのまま突撃する上手がい、隠れている敵を探知する強ザメ、他の若干者のメンバーのようにアイテムを使わずに巨大化することができる巨大身の術などのかなり強力な宇宙忍法を駆使し、ハリケンジャーたちを圧倒していました。また自身の配下として千人獣という3体の宇宙の獣を戦術の鉄線の中に飼っています。キリンをモチーフとし、頭部についた3つの目からの破壊光線と口から爆炎を吐き出して周囲を焼き尽くす宇宙忍法京極火災を使う強戦獣馬道着、ヤタガラスをモチーフとし、羽は地球上のどの物質よりも硬く、揚力を羽ばたかせることで特大の竜巻を発生させ対象を弾き飛ばす宇宙忍法黒羽竜巻を使う採用獣デザーギ、化け猫をモチーフとし、対象の影に入り込む宇宙忍法影忍びの術を使い情報収集に長け、なおかつ千人獣の中で唯一等身大の姿を持つ受戦獣魔道着。サンダールはこの3体を刺激しており、サタラクラからはその見た目と高い能力から凶悪なペットと呼ばれていました。そんなサンダールはクールな性格かつ若干者の仲間のことを同志と呼び、タウザントには忠誠を誓い、任務もしっかりと全うするという模範的な幹部としての姿を見せていましたが、実際は冷酷かつ残忍で、自分以外は全て見下し信じないという裏の顔を持っています。先ほどの千人獣を刺激している理由もここにあり、サンダールは他人を信用していないため、千人獣にはサンダール以外の命令は絶対に聞かないようしつけられていました。その極端な二面性を持つ性格から、サンダールは自身の目的に少しでも支障をきたす可能性があると判断したものはすぐにでも排除しようとしており、戦術のサーガインの解説の通り、怒りの矢のメダルを手に入れるという功績を挙げたのにもかかわらず、サーガインが自身に不信感を抱いていることを感じ取ったことから、サンダールはサーガインのからくりシステムのデータを盗み取り、邪魔なんだよご立派な戦士ズラも気に食わんと言い捨て排除、挙句の果てにはハリケンジャーの仕業にしていました。その際、あまりの手際の良さにサーガインと仲が良かったウェンディーヌは唯一サンダールに対して疑心を抱いていました。その後もサンダールは千人獣を従え、ハリケンジャーから奪われた怒りの矢のメダルを奪い返し、さらには成木の弓のメダルの在りかである御前様の居場所の特定、また御前様の肉体に封印されている成木の弓のメダルの抽出方法であり、御前様の弱点でもある悲しみの感情を募らせるため、魔道着の能力でハリケンジャーの身体を利用し、御前様の悲しみの感情を誘い、見事御前様を倒すことと成木の弓のメダルの奪取に成功しました。作戦の過程で自身の持つ千人獣は全てハリケンジャーに倒されてしまいましたが、サンダールはあれの出現の準備をほとんど単独で成功させていました。牧野50暗黒と新世界にて、ついにあれの発言が間近となった時、戦術のサタラクラが捨て駒扱いされたことで愕然としたサンダールは究極体となったタウザンとの眉間を貫き、代わりに自身があれを手に入れようとしました。こうして自身を偽る必要がなくなったサンダールは本性を表し、まだ生き残っていたフラビージョとウェンディーヌを排除しようとしますが、2人から共闘を持ちかけられたことと、2人の排除より自身の目的を妨害しようとするハリケンジャーを先に排除しようと考えたため、とりあえず2人と共闘することとしました。ハリケンジャーとの激しい戦いの末、フラビージョとウェンディーヌは倒されてしまいますが、サンダールは巨大身の術で自らを巨大化し、その絶対的な力でハリケンジャーたちを圧倒していました。そしてあれの発言の兆しを感じ取ったサンダールはいよいよ自身の目的が現実となることで意気揚々と勝ち誇りましたが、その一瞬の油断が命取りとなり、隙が生まれたサンダールにゴウライ人が不意打ちを食らわせました。そのまま羽交い締めにされた状態でソードスラッシャーでゴウライ人ごと串刺しにされ、あっけなく最後を迎えました。サンダールの声は機動戦士ガンダムのシャア・アズナブルや名探偵コナンの赤井秀一の役などで知られる大御所声優の池田秀一さんで、作中では池田さんの中でも代表的なシャアのセリフをオマージュしたものが多々見られていました。狩猟タウザント。タウザントはジャカンジャの狩猟で自身の持つ絶対的な力から暗黒7本槍をまとめ上げており、あれと呼ばれる惑星が死滅する時に発生するブラックホールであり、エネルギーの集合体を手に入れようと目論んでいました。基本はセンティピードの越見の間から動くことはありませんが、上に立つ者としての威厳を持ち、優秀な人材は生まれや育ち関係なく接する良き上司のタウザントですが、自身の目的のためなら簡単に部下を切り捨てる非情さも併せ持っています。ただし作中で次々と自身の部下たちが倒されていくことで人員補充をかけるため、戦術のサタラクラを呼び戻そうとした際にはサタラクラの性格上少しためらう様子が見られました。その身体はかなりの巨体で1000の顔と2000の足を持つと言われており、自身の拠点であるセンティピードにムカデのような身体を巻きつけるほどの長さとなっています。タウザントは狩猟のためほとんど前線に出てくることはありませんでしたが、戦術のサタラクラの解説の通り牧野49使命と天空忍者にて出撃し、サタラクラニジャ級無眼を融合させ、サタラクラを自身のエネルギーを貯めるためだけの捨て駒として利用しました。サタラクラニジャ級無眼で収集したエネルギーを使われるも、サンダールに指示しエネルギータンクを回収させ、牧野50暗黒と新世界では手に入れた怒りの八兎劇の弓とサタラクラの収集させたエネルギーでタウザントは究極体へと進化しました。究極体になったタウザントはムカデと人を足したような姿から完全な人型へと変貌を遂げ、絶対的な力ですらもさらに強化され究極的な力を手にしていました。しかしあれを手に入れようとした寸前、戦術の解説の通りサンダールによって裏切られてしまい、その身体は海に沈んでいきました。その後サンダールもハリケンジャーたちによって倒されるのですが、発生したあれである邪悪なる石が最終巻風と水と大地にてサンダールに倒され海に沈んだ究極体となったタウザントの姿を乗っ取り権限、その圧倒的な力によりハリケンジャーを圧倒していきますが、タウザントの姿を乗っ取ったことでサンダールに貫かれた眉間がタウザントの弱点であることもそのまま受け継がれてしまい、旋風人のソードスラッシャーに眉間を貫かれてしまい重傷を負ってしまいました。深手を負ったあれは旋風人を道連れに自爆を仕掛け消滅したと思われましたが、今度は倒された暗黒7本槍全員の姿となって権限しました。ここで現れた暗黒7本槍は7体とも邪悪なる意志のため、生存時にあったそれぞれのわだかまりもなく連携を取って戦っていました。しかし暗黒7本槍に関してはハリケンジャーが何度も戦って折り倒し方も分かっている相手のため、そこまで苦戦することなく突破されてしまいました。最後はタウザントの等身大の姿となって権限したあれは、もともと考えていた一度世界を滅ぼしてから想像し直し、自身が支配者として君臨するという目的から常に自身の企みを妨害してくるハリケンジャーたちを本格的に倒すことにし圧倒していきました。しかしあれの発生に巻き込まれ亡くなったと考えられていた日向無限斎とおぼろ博士が生きていたことが発覚したことをきっかけに、奮起したハリケンジャーたちの超人砲5人影の舞でタウザントであるあれに大ダメージを負わせ、とどめに50連ビクトリーナジェットを放ったことでついにあれは完全に消滅し、物語は幕を下ろしました。余談ではありますが、フラビージョとウェンディーヌは最終回で50連ビクトリーナジェットによって倒されたかのように見えましたが、50連ビクトリーナジェットの威力により次元に歪みが発生し、2人はハリケンジャーの次回作である爆竜戦隊やバレンジャーの世界大のアースへと飛ばされ生き残っていました。その後も2人とも V シネマ作品に数回登場し、その姿を見せていました。ということで今回の解説は以上となります。チャンネル登録するかはお任せしますが、もう一本別の動画を見ていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。